さあ、今回試乗しますのがね、こちらホンダの CT125 ハンターカブですね。もういいところも悪いところもね、感じたことを全部ね、もう話しちゃおうと思ってます。さあ、それではメーターオンにします。こんな感じですね。で、クラッチ、やっぱりね、クラッチのレバーがないからちょっとなんか違和感がありますけどもね。まずちょっとエンジンスタート。思ってたよりはね、エンジンスタートして静かな印象ですね。ちょっと振動はやっぱりね、ハンドルとミラーの部分からね、見て取れると思うんですけども、シフトチェンジがね、初めての方とか分かりにくいと思うんですけどもね、こんな感じでね、つま先とかかとにあるんですよね、ペダルが。で、今現在ニュートラルで、ここにね、シフトパターン、ニュートラルのつま先、黒い部分、つま先ですね、つま先で踏むと1,2,3,4 って上がっていって、最後またニュートラルに戻るんですよね。走行時4速からニュートラルにチェンジできませんっていう風に書いてますね。止まってる時だったら入るみたいですけどね。まずは外観をね、ぐるりと舐め回してみたいと思います。こんな感じですね。 CT125 ハンターカブ、最低地上高が 165mm ですね。これがね、165っていうのはね、普通のバイクよりもやっぱね、高さはありますね。このガードもついてて、オフロード寄りというかね、オフロード走っても大丈夫なように、ちゃんとね、このエンジンガードついてるのがいいですね。で、シート高がこれ 800mm ってなってますけどもね、まあ悪くはないですね。あの足つき、いい方だと思います。で、こちらね、サイドスタンドとセンタースタンドもありますね。センタースタンドがね、あるのは何かと便利ですね。車両重量が 120kg ということで、随分軽いですね、やはりね。燃料消費率が低地燃費地でリッター61で、 WMTC モード地でリッター 67.2 というね、これがすごいですよね。リッター60以上走るっていうのがね。エンジンは空冷4ストロークの OHC 単気筒ということですね。そうですね、これ空冷なんですね。で、排気量がね、 124cc ですね。最高出力が7000回転で 8.8 馬力で、最大トルクの方が4500回転で 1.1 キロということですね。指導方式、セルフ式、キック式併用、キック式併用って、あ、これキックもついてるんですね。これ久しぶりに見ましたね、これ。あ、本当だ、キックでスタートできるみたいですね。燃料タンクの容量が 5.3 リットルということですね。燃料タンク、これはどこにあるんでしょうかね。カブの燃料どこですか。あれで、あ、このシートの中ですね、カブはね、確か。で、4段リターン式ですね。先ほど説明した4速までですね。まあ、クラッチはないんでね、エンストはしないですけども、タイヤが前後80の90の17インチっていうことですね。これ、前後同じっていうことですね、タイヤ。このタイヤとこのタイヤが全くサイズ前後同じですね。8090ということで。これは何かと前後同じだとね、予備のタイヤとか、タイヤ購入するときなんかにいいかもしれないですね。タイヤも安そうですね、あの、このサイズ、大きさだったらね。で、しっかり17インチということでね、オフロードなんかも走りやすそうですね。で、ブレーキの方が、前輪が油圧式ディスクで ABS って書いてますね。ABS ついてますね、前輪はね。で、後輪の方は油圧ディスクということで、ABS はついてないようですね。さあ、外観はこのような感じで、これがウインカーのようですね。すごい、なんか、あの、一瞬フォグランプかなと思うぐらいな感じでしたけども。メーターはね、こんな感じですね。丸なんですけどね、おしゃれな感じがしますね、メーター周り。で、あとこのマフラーがね、特徴的ですよね。このオフロードを走ることをね、想定されたような作りになってますけどもね。リアショックなんかはね、こんな感じですね。フロント、ブーツがついてるんですね。こういうのはありがたいですね。フロントフォークが汚れにくいですね、中のね。インナーチューブとかね、気づいたりするとね、フロントフォークまた交換するとなると高くつくんでね。スポークホイールなんですね、ハンターカブ。もう完全にオフロードを想定してるっていうような、そういう雰囲気ですね。この小物入れは何かとね、ありがたいですね。さあ、それではね、実際乗ってみましょうか。いや、しかしこれが本当ね、どでかいあのボックスを積んでもね、びくともしなさそうな頑丈な作りですね。さあ、エンジンスタート。やはりね、ここの幅がね、ちょっとあの狭く感じますね、若干。で、ちょっとね、シートのね、幅、このシートの幅がね、ちょっと厚く感じますね。あの、大きく感じるというか、それがどう影響するのか、ちょっと、あとね、この、ここのね、足乗せるかかとのここのね、ゴム、これがね、なかなか厚みがあってね、すごいなんかこう、衝撃を吸収してくれそうな、そんな雰囲気ですね。ちょっとこれは随分足がね、乗せやすいというか、そんな雰囲気ですね。足回りもね、こうちょっと、柔らかめでしょうかね。あの、オフロードやはり想定されているんでしょうか。あ、これがついてるんですね。さあ、もう、そこ言うてる間に、さっさと走れという声が聞こえてきそうだったんで、走ってみます。1速、2速と、3速と、ほいっと。さあ、2速、3速、
あの一足のね、範囲は狭いと言いますか、あまり使う場面はないかもしれないですね。二足発進ぐらいでいいかもしれないですね。現在三足からの四足。あ、ポジショニングはね、非常に直立に近い感じ、楽な姿勢っていう印象ですね、やはり。そして今ね、お尻とかかとあたりからね、振動ビリビリ感じてますね。あ、なかなかブレーキはしっかりキュッと今、おっとってなるぐらい効きましたね。さあ、印象としてはね、なんか楽しそうな、そんな印象ですね、今。で、この、なんて言いますかね、コーナリング正直あんまり安定してるっていう印象は受けないですけども、さすがに。さあ、ここからパイーン、パイーンと今4速です。3速でもね、結構前回まで今行きましたけど、お、あ、やはり1速に入れるとね、キュキュッとね、エンブレが効きますね。あまり正直高回転まで回るっていう印象ではないですね。3速でも結構引っ張ったらすぐなんかこう頭打ちが来たようなそんな印象でしたけども、あの前回乗った時も思いましたけど、あまり1速まで2速から1速にこうエンジンブレーキかけない方がいいかもしれませんね。ウェットな路面だとね、ロックしちゃうかもしれないですね。キュッと滑っちゃうかもしれませんね。あと今ね、シートがね、すごく座り心地がいいですね。なんか広く、座面がね、広く感じましたね。で、クッション性がすごくね、よく感じます。これはね、お尻は痛くならなそうな気がしますね、あまり。さあ、立ち上がりアクセルをね、ぐるっと開けたとき、そのレスポンスはね、まあ、正直あまりパワー、トルクがあるっていう感じは受けませんけども、でもその分ね、このラフなアクセルワークをしても、こう大型バイクとかだとね、こんなことなんかできませんからね、MT-09 なんかでこんなことしたらね、もうボヨンってなっちゃいますからね。そういう意味ではね、オフロードでこう、ちょっとしたね、悪路走ってる時に、こう右手がね、動いちゃっても、全く問題ないというような、そんな感じでしょうかね。で、今感じてるのが、正直感じてるのが、お尻から足元、かかとに伝わる振動ですかね。この振動が長距離走った時にどう影響するかっていうのは、まあ、オーナーさんに聞いた方がいいかもしれないですね。そのあたりはね、僕はもう今日1時間の試乗レンタルなんで、1時間程度ではおそらくね、全く問題ないと思われますけども、あ、やはりね、ちょっとこうハンドルがね、なんハンドル幅もね、若干広く感じるんですけど、今4速から3速に下ろした時にね、若干ハンドルがブルンってね、ブレたと言いますか。さあ、3速から思いっきり今アクセル全開にしましたけども、そして4速、あえてね、シフトチェンジ、わざとガチャガチャ細かくね、数多くやるようにしてるんですけど、コーナリングは正直あまり安定してるという印象は受けないですけども、足元から来る振動をすごく感じるのは感じますね。4速、あ、やはり4速からね、ニュートラルには入らないっていうのはその通りですね。ちょっとやっぱりね、なんかこうハンドルがね、振られるような印象があったんですけどね、今。しかしね、やはり軽いバイクなんでね、軽さはすごく感じますね。うわ、あ、今もね、ちょっとね、フロントとリアのブレーキをキュッとかけた時にね、ハンドルが振られたんですよね。なんだろう、これは。前回乗った時には、そんな印象は受けなかったんですけどね、タイヤが変摩耗してるのかな、これ。まあ今、これ、空荷の状態なんでね、後ろをもっと荷物をてんこ盛りにした状態っていうのでね、走ってみたい気もするんですけどね、また全然変わってくるんでね、僕が今、日本一周を3周目を実は行ってまして、すごい荷物をね、てんこ盛りの状態で走ってるんですけど、それぐらいの荷物を積んだ時に、果たしてこのハンターカブがどれぐらいのスピードが出るのか、安定性があるのかっていうのをちょっと本当にね、体感してみたいところではあるんですけど、空荷の状態だと本当非常に軽快な軽やかな感じですね。これはちょっとしたね、フラットダートとか林道とかね、そういうところを走ってみたい気がしますね、シートが本当にね、プチソファーのような感じで、すごいクッション、あ、クッション性がすごい。そしてここでね、ポヨンポヨンってした時のこのショック、足回りの柔らかさ、優しいです。お尻に優しいバイクだ、これは。あ、これね、やっぱり止まった時にね、この動いてる時の振動からのこの止まった時の静けさといいますかね、いかに振動が大きかったかっていうのがね、ちょっと分かるっていう、そんな感じですね。ちょっとね、左足のペダルがね、いつもと違って前とかかとにもね、あるんで、ちょっとかかとにね、違和感を感じる、そんな印象ですね。これはまあ、普段慣れてないからっていうのがあるんですけど、なんかね、あまり体重を乗せちゃうと、シフトダウンしちゃうんじゃないかっていうような、そんな不安もよぎりつつ、あ、
正直僕ね、ぶっちゃけ株すごい欲しい と思った時あったんですけどね、株でね、このまんまの見た目とかね、重さとかそういうので普通のね、シフトの普通のバイクのやつが出たらドンピシャなんですけどね、僕からすると。それじゃあ株じゃなくなっちゃうっていうか、まあいろんなコストの面とかでもまた変わってくるとは思うんですけど、僕はねこの株でね、普通にね4速5速ミッションぐらいの株が欲しいななんてね妄想したりしますけども、どうなんでしょうかね。慣れるとこっちの方がいいんですかね、このシフトチェンジするやつ。まあエンストがないっていうのがねメリットですけれども、なんでしょうか、今の縦溝でも若干ね不安定さを感じるような気はしましたけども。さあフルロックからの、あ、フルロックからの U ターンが本当にすごい。この最小のね回転半径といいますか、やっぱりハンター株この125クラスでね気になるところではありますよね。この上りがどれぐらい上るのかっていうのはね、僕も株をね購入しようかちょっと迷った時にそのあたりすごい気になったんですよね。2速からの3速、そしてコーナー、そして2速、加速してます。3速、これぐらいの傾斜ならね十分加速してぐんぐん上ってきますね。3速、現在3速です。しかし今現在アクセルは全開状態です。あ、でもこれを3速ではちょっとしんどいか、2速に落としました。2速でもねここの傾斜ちょっと力が足りないような、そんな、あ、1速に落とすか、1速に落としました。やはり今のね結構な急勾配、あそこではね2速でもちょっと力の足りなさを感じちゃいましたね。なのでこれがキャンプ道具、旅する仕様でねフル積載になってくると、ああいうかなりの傾斜のところではちょっと1速まで、まあ、やはり1速は必要ですね。下手したらもう登らないなんていうことが2速だったらね止まっちゃうぐらい、まあ、それはちょっと言い過ぎか、あまりにも今の急勾配はねしんどかった感じはありましたね正直。あ、ちょっと今のも3速ではしんどかったか、今2速です。1速で今現在1速です。そして2速、2速で今全開、アクセル全開、3速アクセル全開、後ろから車迫ってきております。3速、そして2速からの立ち上がり、2速全開、3速全開、2速に落としました。そして2速からの立ち上がり、あー、ちょっと回転数がさ、死んだ感じか。2速からの全開、スピードはまだあまり乗ってません。ここから回転数上がってきて、3速全開、後ろから車が迫っております。ちょっと今3速でねこういう緩やかな傾斜になった時のこの立ち上がりでアクセルをガバッと開けた時に回転数がちょっとね合ってないような、もう1速落としたいような、そんな気持ちにさせますけども。さあ全開、3速全開でしょうか。さあそして4速、そうですね、正直ちょっと上りはしんどいかなっていう印象は受けましたね。これフル積載でよく旅してるとね見かけますけど、どんな感じなんでしょうかね、荷物たくさん乗せた時の上りがしんどそうな気がしますけどもね。でも株で旅されてる方って本当多いですからね。まあとはいえ普通のねこういう一般的な車の流れにはね十分ついていくことはね全く問題ないんで、普通に走ってる分には全くね問題ないですね。そもそも株はねとことこ景色を楽しみながら旅するバイクなんで、やっぱグリッピングもできますね。さあ本来はねこのように遅い流れでもね、いやむしろ遅い流れの時にこそこの楽なポジショニングが生かされて、周りをね景色を楽しみながら旅ができるっていう、そういうバイクなんじゃないでしょうかね。クラッチ操作がいらないんでね左手がまあ楽ですよね。やっぱり前方にね今バスが走ってますけども、やっぱりね旅しててもこういう場面って多々遭遇しますからね。こういうシチュエーションでね景色を楽しみながらストレスが感じにくいというか、大型バイク、スポーツバイクとかだったらねこの流れは結構ストレスですからね。むしろこの速度域、低速でこそこの生きてくるというかね、いろんな要素が、この楽なポジション、クラッチ操作が必要ないところとかね、お尻のふかふか、クッション性、
まあ空冷の短気筒ということなんで振動はねある程度仕方ない部分であるんでしょうけども、まあ今現在私これ1時間の試乗レンタルなんですけども、その1時間ぐらい乗ってる分にはね全く手が痺れるなんてこともないですしね、問題ないですね。ただこれがピタッと止まった時にはね、先ほどもそうでしたけど静けさを感じて、いかにこの振動が感じてたかっていうのをね体感しちゃうかもしれませんけどもね、僕がバーグマン200乗っててもそれはね信号待ちなんかで感じるんでね、そう、まあ、バーグマン200と比べるとさらにこのもうちょっと振動は株の方が感じるかなっていう印象ですね。いや下手に飛ばしてるよりね、あのゆっくり走ってる方がむしろ心地いいというかね、いや本当今それすごい思いましたね。ゆっくり走ってるのが心地いいバイクですねこれ、そんな印象ですね。やはりこれ前方ねあのバイク走ってますけども、あの方はねこの排熱とかね、やはり僕も夏場なんか特にね、もう内ももスポーツバイク乗ってる方なんか特にそうですか、暑く感じますけど、これは本当ね内もももね風がスースー通ってね涼しいですよ夏は。冬は寒いかもしれませんけどもね、エンストがないっていうのがやっぱいいですよね。さあハンターカブ試乗が終わりましたけどもね、ちょっと若干上りでパワー不足を感じたところはありましたけどもね、やはりねあのこれでちょっとオフロードとか走ってみたくなりますね。オンロードよりもねちょっとしたフラットダートとかね、そういうところ林道なんか走ってみたくなる、そんなバイクですかね。これは軽いから持ち上げやすいのかな、ひょっとするとちょっとその辺もね試してみたかったんですよね。あ、持てるな完全に。あ、持ち上げれますね、軽い。120キロっていうことなんですけど、ちょっとずらしたりとかそういうのも詰め込みやすそうですね。